ローワン、ブランチャードは、アメリカ合衆国の女優。ディズニーチャンネル放送コメディドラマ、ガールミーツワールドのライリー・マシューズ役で知られる。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス出身。ヨガのインストラクターをしている父、マーグ・ブランチャード。母、エリザベス・ブランチャードの長女として生まれた。母方の祖父はの血を引く中東移民である。また、父方の祖母のセンはの血を引く北。 ヨーロッパ出身である。母方の曽祖,祖父からは、ドイツの血を、母方のひいばばからは、ポルトガルの血を引いている。妹のカルメンと弟のシェインがいる。5歳の時に演技を始めた。2010年、ジェニファー・ロペス主演のロマンティックコメディ映画、彼には言えない私の計画のミカエラ・ワトキンス演じる、モノの娘役でデビューする。2011年、スパイアクション映画、スパイキッズシリーズの、 第4作である、スパイキッズ 4D ワールドタイムミッションに出演、スパイキッズのレベッカ・ウィルソン役を演じている。アメリカ ABC で1993年から2000年まで放送された、ボーイ・ミーツ・ワールドの派生ドラマである、ガール・ミーツ・ワールドで、主人公、ライリー・マシューズ役に2013年1月にキャスティングされたことが発表される。オーディションは約12回に及んだという。 米国で2014年6月27日、放送開始され、日本では2015年1月から、ディズニーチャンネルで放送。第3シーズンが放送中。同番組の主題歌、テイクオンザワールドは、親友役のマヤハートを演じるサブリナカー・ペンターと、デュエットで歌っている。2015年秋、いつだって、ベストフレンドに、同役で出演。 2013年公開のアニメーション映画、アナと雪の女王からの曲名、雪だるまつくろうをディズニーチャンネルのドラマ出演者たちによるカバー曲として発表されている。2015年1月、科学プロジェクトで姿が見えなくなる姉との騒動を描いたコメディで、ディズニーチャンネルオリジナルムービーのインビジブルシスターに出演し、主演のクレオを演じることが発表された。撮影は、 同年春に行われ、アメリカでは2015年10月9日に放送され、日本では2016年1月30日にディズニーチャンネルで放送された。ディグニティ柄2013年10月18日国連組織 UNV 面の会議に参加して、性別の平等についてスピーチを行っている。ホワイトフェミニズムについてエッセイで表明。その後、米紙、 タイムが発表した2015年の最も影響力のあるティーンに選ばれている。2016年に入ってから、私はこれまでの人生で男の子を好きになった経験しかないけれど、自分のことをストレートであれ、ゲイであれ、そんなような言葉で定義したくない。ただ存在しているってだけよと表明している。2014年12月、カリフォルニア州オレンジ群賞に病院に入院している。 子供たちを訪問。2015年4月、テネシー州、アーランガーの小児病院を訪問、キッズエキスポに参加した。ガール・ミーツ・ワールドの共演者とプライベートでも親しく、親友を演じているサブリナ・カー・ペンターとは、お互いに親友であるとコメントしている。ありがとうございます。